はい、最後にこちらのインスタグラム123とやってまいりましたが、最後こちらですね、デフォルトリプレイと言います。デフォルトリプレイ、はい、どんなことができるかちょっと中を説明見ながら説明していきたいと思いますが、こちらの着信したメッセージに対して即時に返信をしますということです。まずこちらをタップして見ていきましょう。例えばどんな時に使えるかというと、お客様がですね、じゃあメッセージをじゃあ送ろうというふうになります。で、なった時に、例えば、こんにちは、なんとかこうとかとか打った時に、あ、こんにちは、メッセージありがとうございます。なんちゃらこうちゃら、後からお返事しますねとか、もしくはですね、ここに、この下にですね、こんなことできますよって表示しておくっていうことで、ワンクッション置くことができるんですね。これによってどんなメリットがあるかというと、お客様ってとかお友達もそうですね、メッセージをした後ってどんな返事が来るか気になるんですね。そんな時にいつまでもメッセージが来ない、例えば1日2日置かれてしまうと何だったんだっていうふうになってしまいますので、例えばここでですね、すぐお返事できないけど後からお返事しますとか、例えばさらにどんなことを質問ですかというふうに投げかけておいてあげると、それでお客様とのキャッチボールがワンクッションできるんですね。そうするとお問い合わせしてよかったなとか満足度につながったりしますので、ここら辺を組み込んでいくことができるということになります。じゃあ早速ですね、どんな操作をしていくのかを一緒にやっていきたいと思います。で、画面に入っていただくと、こちらはですね、このセッティングスの中にあります。セッティングスの中のインスタグラムの設定の中になります。その中のデフォルトリプレイというところを操作していきます。で、こちらはエディットしていきます。エディットは編集という意味ですね。で、入るとですね、こんな画面になってます。ちょっと見慣れないかもしれませんが、触るところは少しですのでご安心ください。この画面になったらですね、ここですね、エディットフロー、編集する、フローを編集するですね。フローというのは流れですね。流れを編集するというボタンを押してください。はい、押すとですね、こんな画面が出てきました。そうしましたら、今度はですね、この編集するのはここですね。どんなメッセージを返すかということになりますので、ここをタップします。ポン。はい、ポンとタップすると、こっちからピョンとなんかボックスが出てきましたね。ここが、ここに紐づいてます。ここイコールここですので、編集するのはここですね。ここ。ここをタップして、タップして編集をしていきましょう。で、これちょっと日本語に直すとどんなことが書いてあるかというと、これで全ての受信インスタグラムメッセージで基づいて送信される応答を編集できますということになりますね。例えばすぐお返事しますとか、編集を制限なしにすることをお勧めしますと書いてありますので、はい、こちらはですね、1日以内にお返事しますねということになりますね。で、ちなみにここに書いてあるのはインスタグラムのページの名前です。相手のアカウント名を呼びかけるということになります。なので、日本の方はですね、何々さん、何々さん、さんっていうふうに、お返事ですね、相性。たとえなんだか、そうですね、インスタグラムの名前がサラダとかだとしても、サラダさんっていうふうにさんをつけておいた方がいいと思いますので、日本人の方の場合は、ここに何々さんという呼びかけをしてみるといいでしょう。お問い合わせありがとうございます。ありがとうございます。例えばですね。で、1日以内にお返事しますので、ちょっとお待ちくださいね。とか。こんな感じでお返事をしてあげると、余計な部分は消しておきましょうね。はい。お客様が、あ、そっか、この人は1日以内にお返事くれるんだなっていうことがわかりますので、待ってくれる。そんなことができるようになります。できたらですね、先ほど別の動画でもお伝えしたパブリッシュですね。いつもパブリッシュです。ここです。パブリッシュですね。こちらを押してください。はい。これで公開されましたということになります。公開と言ってもすぐに公開されたわけではありませんのでご安心ください。パブリッシュで一旦これでできたということになります。できたらですね、ここがディサブルドとエナブルドってなってますので、はい。こちらをですね、オンにする必要があるんですね。で、ここら辺を押すと、ポン。切り替わって、これでオンになりました。で、これはですね、クリックヒアトゥエディットルール、ルールがあるんですね。で、どんなルールかというと、
はい、デフォルトの編集はパフォーマンスのルールを編集する場合はここをクリックしてくださいというふうに出てます。24回に1回というふうに、うん、あ、そうですね、あなたにテキストを送信するたびにの返信の場合は毎回ですね。そうでない場合は24時間に1回ということになります。なんでかっていうと、例えばお客様がですね、24回以内にメッセージをしたときに、いつもこればっかり返ってくると、なんだ、機械かっていうふうになってしまうかもしれませんね。なので、ここはご自身に合ったスタイルでできるということになります。で、これでできましたということなので、まあ、ぜひテストしてみていただいて、はい、皆様のインスタグラムの活用に活かしていただけたらと思います。その他ですね、細かい変更とか、さらにできること、さらに自動化でできることとかはありますので、うん、そうですね。あ、これでできたのかな。インスタグラムの設定を選択して、いつも、うん、できましたね。はい。この他にですね、今の会話スターターだけでなくて、この下にさらにボタンをつけるとか、いろんなものを組み込むとか、いろんな自動化のパターンを組み込むとか、本当に様々なことが業種業態によってできるかと思います。で、やっぱり自分のやりたいことに合わせて設定していくのが良いかと思いますので、そういったアドバイスなどできますので、必要な方はぜひとも問い合わせてみてください。はい。それではですね、今日はインスタグラムのメニューチャットのできることについて解説していきました。はい。ぜひ皆様も活用に活かしていただけたらと思います。チャンネルフォローとコメントなどいただけたら嬉しいです。それでは、また別の動画でお会いしましょう。